はい、今から大野名物の芋きんつばをいただきたいと思います。めっちゃうまいっす。あの時期限定なので、ぜひここに来た際は食べに来てみてください。でこれ持ち帰ってもオーブントースターとかで焼くと外はカリカリになって中は柔らかいままでめちゃくちゃうまいっす。